はじでーす。さあ、ちょっとね、まあ雑な談なんだけども、まあ配達員の悲鳴と現実ね、まあこういうのをね目にしてちょっと心が痛むなと思ってね、これね、まあ台風接近のため暴風の中でも配達しておりました。届けないとお客様よりクレームの嵐になるので命がけの配達です。そんな状況でクレームしてくる方には同じ人間かよって内心思いますし、運送会社が悪者になるのは何なんですかね。生活を支える運送会社ですが、同じ人間なんです。風邪ひいても、怪我しても、配達してるんです。ほんのちょっと荷物が濡れただけで、なんで濡れてるんですか？自分の雨具を荷物にかけて運んで自分びしょびしょなのに怒られる。じゃあ自分で営業所まで取りに来てください。状況考えろや状況を、ね、こんな投稿を目にしました。本当ね、でね、本当ね、今のクレーマーね、本当に、まあ、これが現状なんだよね。なんで濡れてるんですか、そりゃ雨降ってるからに決まってるよね。本当ね、おじいもね、本当台風の中宅急便をね受け取ることも何度もあったけれども、本当にね、こうやって持ってきてくれるんだよね。本当、まあそれなのにね、本当ご苦労様ありがとうのね、そういう言葉じゃなくてね、なんで濡れてるんですかっていうね、いや本当に人間じゃないよねこれって。で今さ、いろんなテレビやってるじゃん。結局宅配ボックスの設置とかさ、あとなんか配達先コンビニとかさ、なんかいろいろあるじゃん、でそういうのもあるんだけど、でも一番配達の足を引っ張ってるのは再配達ね。いろんな動画見てても本当再配達がめちゃめちゃ足を引っ張ってるし、本当に多いんだね。でたちの悪いものはね、再配達に行ってもまた2度3度ね再配達。でこれらの問題が今押し寄せているのがこれ、宅急便ドライバーの労働時間に関する問題として、2024年4月から適用される物流の2024年問題が挙げられます。物流の2024年問題とは、働き方改革関連法の改正に伴う労働規制の強化により、トラックドライバーの時間外労働の上限が960時間に制限されることにより、輸送能力が不足し、物流が滞る可能性が懸念されている問題です。で、これが、トラックドライバーって、この長距離トラックドライバーだけじゃなくて、配達のドライバーにもこれ関わってくるんだね、これってね。で、宅配ドライバーの労働時間に関する規制は次の通りです。これで、1日の拘束時間は原則として13時間以内、上限は15時間以内ですっていうけど、これ自体がもう嫌になっちゃうよね。本当昔は
ね、もう今の金額、今の価値観と違うけど、昔はもう、社債に手を出して、借金が、ね、100万、200万、300万ってある人は、もう命削って、睡眠時間がね、もう1日1時間、2時間覚悟で、社債急便でね、もう社債急便に行くしかないか、ね、本当、もう男は社債急便、ね、もう女性はもうショップ、ね、もうそれしか、方法がないっていうね、そういう時代も昔はあったんだよ。で、佐賀急便ね、とにかくもう寝る時間もなくね、もう1日20時間ぐらいね、もう仮眠が 1日1時間2時間しかないね、もうお昼休みもそんなものも何もない、パンかじりながらでもね、だったらだったら運転しながら走ってっていうね、まあ、そういう昔の時代がありましたね。だから事故も当然多く。ね、問題になりました。本当ね、まだ赤いふんどしの、ね、比較のマークだった頃の時代 で、そういった問題がいろいろ取り上げられて、で佐賀急便は生まれ変わりましたっていうね、それで今のやつに変わったんだけど、まあ、昔はね、佐賀急便のトラックの比較のふんどしを触ると、なんだっけ、なんだかいいことがあるんですよね、なんかみんな、触りたがる子供が、ね、多かったとかね、そういうのもあったんだけど、ね、だから本当ね、この13時間以内って言ってるけど、この13時間って、普通の、会社だったら、まあ、8時間労働として、休み時間がね、1時間あって抜かれるから、9時間の拘束。で、残業が1時間あったら10時間、2時間あったら12時間。ね。そうでしょ？そんな状況で、13時間以内って、これ1日の拘束時間だから、そんなもの毎日やらされたら、たまったもんじゃないよね、本当。週にね、なんかこう無理をしなきゃとか1回とか2回とか、うん、こう強制的に押し込まれっていうと、マット交換の時がそうだったね。毎週何曜日は夜のお店ね、夜にならないとやってないお店ってあるじゃん。その夜のお店を回る曜日を決めないと、結局普通の朝からね、夕方まで働いて、それ以降にね、やってるお店に配達に行けないわけじゃん、残業しないと。でそれを毎日やるわけにいかないから、1週間に一度だけその朝から夕方までやって、だ夜の日じゃないんだよ、出勤が夜じゃなくて、朝から夕方までやった後に、今度はちょっとまた帰ってきたら準備をして、で夜のお店を回るね。これがね、回りきりまで回るから、本当は遅い時は夜中までねかかっちゃうんだけど、早く下準備するお店もあれば、大体さ遅いとこってさ、もう8時とかさね、それぐらいでないと開かないとこもあるわけで、でもう大変じゃん結局。であとはお客さんがね、今後前に先に来いとかさね、そういうところもあるわけでね。その日1週間に1回だけはマット交換って、もともと2週間に1回の交換なんで、だから2グループに分けて自分のエリアを、でこの週とこの週とってこう分けてて、うん、でもその時にお店が都合でやってなかったりとか、交換できなかったとか、そういった場合ってもうしょうがないから、もう2週間後ってわけにいかないからね。だから自分のルートの責任だったら、また翌日にとか、その次とかね、こうプライベートで行ってやってこなきゃならないっていう、いちいちその一件のために残業をくれないからね、そういう辛いものもあったけど、毎日毎日ってのはやだね。
三菱の下請けとかそういうところに行った時にはあのなんか忙しい時期ね、冷蔵庫とかエアコンとかそんな時にこうあの機械でね芯をパン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 ってこうキュウリを束ねるっていう、あれはあの毎日残業はあったけど、でも残業があってもあのそんなに遅くまでやらせないね、遅くても毎日じゃないよ、遅くても22時くらいにはもう帰れって言われるし、ね、だいたい残業ってやっても20時くらいまでかな、本当あのどうしてもしょうがない時ってね、忙しい時で、普通に5時半ごろ終わってで残業やるとあのパンとかコーヒー用意してくれるんでそれ食べてってね、で頑張ってねって感じで、だいたいその残業スタートになってもまあ18時ぐらいから、まあ、休憩もあるからね、19、20でだいたい2時間ぐらいだよね、10時までやったって4時間だよね、本当でそんなものは毎日やってると体がたまったもんじゃないけど、こういう宅配業界の人たちってそれを当たり前にやってるんだよね、毎日ね、まあその分すごくいっぱいお給料もらえるんだと思うけど、で佐川急便もヤマト運輸も本当ねみんな辞めないんだよ、あのそのうち辛くなってきてみんなほら辞めるのかなと思うけど、新しい子が入ってね、あの一緒にあの付きながらルート教えたりしててもまたあの内科の時にこうまたその子ち回ってくるし、辞めて入れ替えじゃなくて本当にみんないるんだよ、ね、昇格していく人もいるし、まあそれぐらいヤマト運輸とか佐川急便って儲かるんだね、儲かるっていうか給料いいんだろうね、本当で長くいればいるほどあのまあ賃金も良くなっていくだろうしね、まあいろんな時期になるとねこういったものを買ってくださいみたいなお中元をしてるとかね、そういったあのアピールも一緒にこうやってこう兄さんたちもいるしね、よくあの一件配達するとねあの点数がついてそれがボーナスに反映するってね、よくあの話してたけどね、集荷とか配達とかね、またあの一件でどれぐらいっていう、長くやってるともうやめられなくなるぐらいに、まあ、芸能界と同じぐらいにうわははははっていうぐらい、まあ、儲かるのかもしれないけど、でも大体あの普通に定時でやってね、あじゃあお疲れ様でしたーつって帰れるドライバーってあんまりいないだろうね、本当こういう業界ってで10時間を超える日は週2回までとなりますね。で14時間、高速の14時間というと、本当、9時間で、休憩、でも、おじいが聞いてみると、実際にあれから、お昼ね、ちゃんと1時間休み取ってると、取れないですって、全然取れないですよってね、表向きだけで、全然、もう終わらないから、やるしかないですって言ってたんだけど。現状そうなっちゃうよね、本当。で、例外として1週間の運行が全て中距離輸送かつ、まあ、これはまあ中距離の人だよね、これね。行って帰ってきてってね、毎回帰ってこれない中距離だよね。商売が当該1週間して2回まで16時間以内が認められますってね。まあ、こういうのはあるんだけど。で、まあ、そういう拘束をすると売上や利益が減少するよねっていう、で人手不足によって要はいろんな委託を受けさせなければならない、でアマゾンで言ったらもう佐川ヤマトとかがもうパンクしてるので、結局そっから要はヤマトも下請けがあってね出させてるけども、で当然利益が減る、でアマゾンの物流で言ったら、まあ、ヤマト経由でそこのところに持ってかせる、その普通の輸送会社の企業ではないけれども、その
仕事が終わったらそこの人たちがバーッとねマイカー使ってバーッと配達するっていうね、今ちょっとしたお小遣い稼ぎっていうか会社があの知り受けてねあれやってるっていう、うん、そういうのがあるけど、それはもうみんなほとんどあの支配ね、お家の前に捨ててかれてしまうっていう、あのもうシャーッと来てシャーッと逃げていく、本当ね、玄関の電気がパッてついたからパッて来てバーッと逃げていくね。であの住所でね、もうあの支配されてから、あのもう道路沿いだからね、もう雨は吹き込んでびしょびしょになるわね、盗まれるし、あの汚くなるから、だからあのちゃんと入れる場所、宅配ボックスを作ってるのに、そういう連中はそこに入れていかないんだよ、うん、捨てていく、ほんとね。でそれアマゾンに文句言うと、ちゃんともうあの手渡しでってやってるのに捨てていかれるってね。そしたら1個の対策としてコンビニ受け取りを選ぶか、それかあの住所のところに宅配ボックスへとかね、手、あの手渡しとかで書い、もう住所として書いてくださいって。だおじいの場合は住所としてもうそれで登録してあるんだけど、置き配禁止、ね、宅配ボックスへってこう書いてあるんだけど、それでも捨ててかれる。びっくりするよ本当。ないそういうの。でまあ企業の上が困難になったり、まあ労働者の健康問題やね、離職率とかね、うん、でも本当ね、あのそういう現場でお客さんからね、なんで濡れてるんですかとかね、であの再配達言われたから行ったのにいないとか、こういうのばっか繰り返すると、いやストレス溜まって嫌になっちゃうよ本当。みんな生活があるからあの尻尾耐えて頑張る人が多いんだろうけど、おじいの場合性格で耐えられないから、もう忍耐強いんだけど、もう切れたらもう職辞める、もうやってらんねえよっつってね。まあおじいだったらあの荷物の配達無理だな、今の昔の時代だったらまだしも今の時代はもう絶対無理だね。しかもマンションとかああいうのもさ、今みんな表札出さないじゃん、書かないじゃんみんなね、だから確認のしようがないっていうかね、もう分かりにくいし、いやだね本当、うん、まあそういうことでね、物流業界は5年間の猶予期間があったけど、それが切れたのがね2024年だから、まあ今とんでもなく大変なことになってるっていうね、そういう問題があります。まあただでさえそういう問題があるのに、まあこういうね、うん、もう一部の悪いユーザーがね、まあドライバーにこういう辛く当たるっていうね、本当ね、おじい思うんだけど、あの宅配自体をもう法律で禁止してしまえばいい、本当。で、まあ、荷物の発送はね、今コンビニとかそういうところでほら、できるわけじゃん、普通に受け付けて。ただ、配達も、最寄りの要はもうコンビニでいいと思うんだよ。宅配自体を、廃止すればいいんだよ結局で、コンビニまで取りに行けばね、あと自分自身が車乗るときに濡れたらもう自分の自己責任でしょ。だから本当ね、もう全部すべて宅便にすれば、あのコンビニにすればいいんだよ。それかあの営業所止めで取りに来てもらうか、ね、でどうしても配達あの自宅まで持ってきてもらいたいっていう場合は、あのなんとかペンみたいなね、ああいうラインでも何でもいいけども、なんとかペンで前払いでね、あの1回500円とかね、
500円課金して、で、配達を予約するパチンってやって、で、何がし、何日、何時ご、何時から何時頃までっていうね、その時間帯で選んで申し込む。で、その時に配達していなかったら、ご不在でしたっつってね、で、その500円はなんかね、また改めてね、営業所に取りに来るか、またね、配達のオプションをご希望くられて、紙をペロッと入れておけばいい。そしたらまた自分の都合でいなかったわけだからね。そしたらまた500円、ね、前払いでペインって課金してから、再発予約をすればいい。これだったら、実際に宅配会社がドライバーに払う賃金、ね、いなかった時間のロスの分もお金払ってるのも解消できるし、で、一回配達したらね、一件いくらとかね、社員だったら、ポイントがついたり、受けだったらいくらってあるけど、その不在だったりしても、それを500円会社がもらってるわけだからね、その500円の不在で受け取れなかったね、配達できなくて、また持ち帰った場合は、その500円の中の300円をその配達員にね、渡すとか、ね、そうすると、今度配達員は、一回来たけども、これ300円だ、普通の業務で配達するよりもね、不在があると、儲かるんだよねって言いながらね、それが嬉しくなる。ね、だそうすればいいの。ただ問題なのは今度、自分で注文して、でも500円自分で払うのはあれだから、そうだよな、ないよな。うん、不正の防止につながるね、ほんとね。で、ピンポーンって言ってからね、いるかいないかは、まあ、最長で3分ぐらいはね、まあ、待つとか、あとは、ほら、耳とか目が不自由とか、足が不自由とか、高齢とか、そういった場合は、ちゃんとあらかじめ何かしらの、ね、マーク、ね、そういったものも必要だと思うよ。受け取りまでに時間がかかる人は、そういう登録をしていけばいいと思うんだよ、発送の時に。でおじいもさ、郵便局とかね、あと宅急便とかね、よく電話で言うんだけどね、いても気がつかない時もあるけども、ただ本当、足がほら、巻いてた時あったじゃん、足腫れちゃって、去年ね、あの時も、今、玄関に行くまでに、まあ、歩けなくて、すごい時間かかってるので、ね、今、松葉杖でね。だからもう、どんどん入れちゃってくれてもいいし、ね、下まで行く時間かかるんで、ね、なんか楽天とか、ああいうね、照明がしかも、ちょっと時間かかるので、なんか反応があったらね、ちょっと待っててくださいね、ってね。だいたい、ここに来る担当者決まってるから、松葉杖の状況見たらね、理解してくれる、ね、まだちょっとあとまだもう1、2週間ぐらい帰りそうなんで、その期間の間はね、ほとんど入れちゃって、ね、もうよっぽど本人確認に必要なもの以外はね、みんな入れてくれちゃっていいから、ね、だから本当おじいのところに来るのはね、もう今、1分1秒大事でしょって言ってね、じゃあもう、いいよ、これ、おそらくでも、どんどんもう忙しい時はもう入れちゃってくれてもいいしって、ね、ヤクルトがあればヤクルトいっぱいあげるし、ね、頑張ってねーって。まあそんな感じです。まあ本当ね、ひどいお客も増えている、ね、心ない人が増えている、本当ね。うん、だからそういうのもあるから、ストレスがたまるから、だから、なんだっけ、ウッパルーパーみたいな名前のやつなんだっけ、ね、うん、運ぶやつあんじゃん。ね、あいでか、契約ってやったりとか、一個食べちゃったりとか、ね、こう、いろんな悪さするじゃん。ね、そういうのにつながって、ストレス発散しちゃうんだよ、結局。そうなるよ。だおじい気持ち悪いから、だって宅配使わないもん。怖いもん。だって、そういう人ちばっかじゃないかもしれないけど、何回か頼む人1回がそういうのがあってもいいじゃん、ものすごく。そうでしょ？
だからおじいは頼まない。あ、便利だよって、便利な人は使えばいいかもしれないけど、おじいはやだね、消耗。まあ、そういうことでね、ちょっとこれあまりにもねひどいなと思ったので、ちょっと雑談でね話題にさせていただきました。うん、本当に頑張って配達してくれてるんだよ、配達員ね。おじいはこういう宅急便の配達はしたことがないけどね、だいたいルート営業とか、うん、まあ決まったところ、三菱とか日立とかね、タミヤ模型とか、そういうところの行き来がだいたい多かったけど、あとは内職とかね、そういうのあの前のが若い頃多かったけど、本当ね、それ溜まるよ。で、おかしな変な車みたいのがね増えてるし、ね、あ、チャットなんか来てるね。はい、じゃあこの辺で終わります。じゃあね。